ハイサーイ、はい、留学中の健太と健太郎とのりこです。はい、ということで、はい、今日の企画はニート行って何お企画持ち込み、まあ、いきなり突然この企画を持ち込んだわけですけど、ニートイっていう言葉をなんとなく自分聞いていたんですけど、結構視聴者の方も伝統芸能やってる方、留学中の方も多いわけですし、せっかく近田さんがいるわけですから、はい、ニートイって何なのかみたいなのをちょっと深掘りしていきたいなと思って、はいはい、そうだね、ニートイに関してはもう喋ったことないかも、確かに。あんまだってさ、解説とかでもさ、ニートイとはとかってないじゃん。ないね。話す機会もないから、ちょっと今回はニッチな内容になるのかなと思うんですけど、ニートイってそもそも何なんですかみたいな。まあ、分かりやすく言うと、演奏のリーダーです。組踊りとか琉球舞踊って三線と琴と笛と呼吸と太鼓の5つの楽器で構成されてて、そのチームのことを地方、沖縄の方言で地唄って言うんですけど、そこの中のリーダーのことをニートイって言います。三線のリーダーがニートイを務めます。クラシックでいうコンサートマスターみたいな感じの役割だと分かりやすいかな。和太鼓で行くと締めみたいな感じだ。テンポ感だったりきっかけだったりを全部握ってるのが締め太鼓。みんなどこに合わせるかって言ったら締めに合わせるみたいな、そんな感じ。そうです、ね、古典芸能以外でも、この薄デークとか、おもろとか、雇用の中でもニートイっていうポジションがいて、いわゆる温度を取る人、温度を取る人ですね。先にニートイが歌い出したら、周りがどんどん揃えて歌っていくみたいな形で、でもニートイって語源が音を取るっていう感じですよ。寝取り、日本本土の芸能にもあるんですけど、若干沖縄と日本本土の芸能とでは考え方が違くて、日本本土の方では寝取りはその演奏前にこの楽器の調子とかを合わせる助走っていうか、チューニングみたいな形も合わせて、これから演奏する曲の雰囲気を作る曲のことを指すらしいですね。能とか雅楽、神楽とか、なんか沖縄では本土を取る人のことをニートイって言うけど、日本本土の人の方ではちょっと意味が異なる、意味が異なるみたいな。なるほど、みたいな感じですね。なるほどなるほど。実際にニートイをやったことはありますか？ありますよ。なぜこういう話になったかっていうと、の学校公演とかでも先輩とかが初めてニートイやったとか、なんかやっぱプレッシャーあったけどでもすごい勉強になったとか、そういう話とかもあって、音楽全体のテンポ感だったりを決めるってなると、まあそうだよねと思って。そうだよね、この伝統芸能系って指揮者がいないじゃないですか。そうですね、そうだね。だからお互いの音を聞かないといけないし、よくあうんの呼吸とか表現されるけど、そこをニートイが運んでいく。だいたいさ、地方さんとかが並んでて、真ん中にいる人がニートイっていう認識だよね。で、じゃあこのみんながそれに合わせていくっていうか、こうなんか空気感を読んで、で、これ友達も前言ってたんだけど、舞台に来た、どんなって合わせてんのみたいな。その友達は多分真ん中の人がなんか合図してたんだけど、あの人に合わせてんの。本当に、はい、本当にわずかな息遣いと手の合図ですごい本当にやるんですよね。合図の仕方もそのニートイのって違うんですよ。へえ、手で振ってやる人もいれば、なんかで息をする人もいるし、なんか頭でってやる人もいる。あ、そうなんだ。その人の合図の出し方っていうのを、隣に座ってよく感じてやってる感じですね。私この間ね、合図からも、でここをいかにグッとニートイに神経を集中できるかっていうところが大事で、若干わずかに人によって間の取り方が違うので、あ、この人はこんなって取るんだとか、で自分がニートイになった時にはちゃんと自分がブレないっていうのが大事ですね。やっぱメンタルがボロボロだと演奏にも出てきてまとまりがなくなるので、ニートイっていう時には自分がしっかり演奏するっていう、そういうポジションが分かるとなんか注目してやると楽しいと思う。なんかなんとなく見てるけど、大体上手側にこう地方席作ってあって、まあ、器楽並んで、地方さん3人並んで、真ん中の人が大体はもうニートイっていう、そう、まあたまに後ろにわーって並んでる時とかもあるけどね。多分そういうのってでも
舞踊仕方とかさ、組踊りとか、そういう時じゃないとなんか、そうですね、なかなか見られない見れないっていうか、なんか自分一回本当にニートゥイの重要性を感じたことがあって、本当にニートゥイによって曲想だったりとか世界観って変わってくるじゃないですか。変わるね。本当にカナーヨーとカナーヨーアマカの字方が同時にやるときに、カナーヨーがどっちも使われてるじゃないですか、はいはい、だけどカナーヨーを弾く時の曲奏と、うん、カナヨマカを弾く時の曲奏が違うんですよ。でカナヨマカはやっぱり男女の声で軽快なって感じなんですけど、うん、カナヨ単体で踊る時は、うん、どっちかというとむっちり、そうしっとり ね、うん、ね、アンバーも多いって言いますからね。そうこんなに違うんだと思って、うん、こうやってその踊りの世界観っていうのをニートゥイがリードして表現していくんだなっていうのをすごく感じたことがあります。演奏の精度っていうのはニートゥイの力量っていうところに比例するところがあって、うん、昔から踊りを生かすも殺すも地方次第っていう言葉があるように、うんうん、ニートゥイは責任重大です、うんうん、やっぱさ先輩とかとやると踊らされてる感あるもん。ああそうなんだ。すごい自分が合わせるとかじゃなくて、うん、なんか本当に歌に踊らされてる感っていうか、だから本当に体が動く自然に、すごい、うん、あれすごいよね。なんかだからどうやってやってるんだろうとか、すごい興味深い。自分に一つちょっと疑問があるんですけど、三振って大体地方3名並ぶじゃないですか、でまあもちろん真ん中2位なんですけど、これ右左って大体決まってるんですか、どこの方が。そうだね、沖縄の重点の中では、うん、特に羅列とかはないんですけど、うん、なんか右にいつも座ってるから右にいうのはありますね。自然とみたいな感じ。自然ととか、でもある人もいらっしゃるんですけど、でも自分はどこでもいいので、逆に右にいつも座ってる人がいたら自分左に行くし、はいはいはい、逆もしかり。なるほど、今日の組み合わせで大体わかる。なるほどね。ニートゥイは絶対的な権力があって、うん、例えば舞踊に独唱曲があると、うん、花風とかムンチェルとか、うん、で直前まで言わないんですよね、地方に。ニートゥイってはニートゥイが歌う場合もあるし、うん、隣の人が歌う場合もあるんですけど、うん、自分の師匠とか先輩とかによくやられるのはこうやってもう演奏スタートしてます、うん、で独唱曲がだんだん近づいてきて、あ、俺かみたいな、俺かみたいな感じでやる時もあるので、でもそれはもうつまりあれだもんね、うん、自分もちゃんと全部歌えなきゃいけないとか、うん、そう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 、やっぱわかんないんですけど、チームプレーとかってなると、うん、そのチームの中の一人でいる感覚と一、うん、人が自覚を持ってっていうのかな、うん、なんかそのちょっと違うじゃん、うん、和太鼓とか自分がやってたからそうなんだけど、うん、そのチームの中での一人と一、うん、人での一人っていうか、そこら辺の自覚の持ち方とかも変わってきそうだよね、そうだね。これ安原先生によく言われるのが、うん、その子を大事にしなさいと。でも地方って、まあ、チームワークで、うん、ニートゥイにしっかり神経を集中するのは大事なんだけど、うん、揃いすぎててもダメと、子が消えたらダメと。なるほど、ね、そう、声も出しながら合わせていけとか、うん、綺麗な演奏だけにとどまるなって、うん、ちゃんとその今言うように、うん、子が集まってしっかり一つの音楽を作っていくっていうところを大事にしなさいっていうところがあるので、面白い。そうそう、だから自分とかまだ歌を弾くなとか、もっと声を前で合わせていけとか言われますね。合わせつつもその子を大事にするっていうのは、うん、なんかすごく腑に落ちる。本当にそう、同じ字方でも、うん、あこの人いるねって分かるじゃないですか、聞いて。確かに。でも自分はまだ分からないんですよ。あ、ケンタ入ってたのみたいな。だから誰がいるっていうのをちゃんと分かるようになりなさいと。やっぱその他諸々とかではなくて、これ民謡の人にも言われたんだけど、やっぱ似てるよねみんな、うん、みたいな、うん、同じように聞こえてしまうけど、うん、やっぱこの人がいるっていうのは聞いても分かるので、そんな感じです。なるほどね、すごい面白い、勉強になる。まあね、ちょっとニートゥイから離れるというかあれですけど、やっぱり自分もことで伴奏してると、野村流である時とアッソ流である時、面白いぐらい違います。あ、そう、空気が同じ曲でももう全然違う。なるほどね。なんかそれがやっぱ弾いてて面白いですよ。特に器楽はね、いろんな人とやるから、三茶目とか結構感じて、なんかどっちかっていうと野村は言葉かなをすごい、大事にして、なんか情景が言葉として見えてくるようなイメージなんですけど、一回アフスリートやった時に
それパワーというか、うん、音の波みたいな、そうそうなんか本当に自然を感じるようなダイナミックさみたいなのがあるなと思って、これ一回話になったことありますね。やっぱ違いますね、面白いっていう、まあ、感じですけど、実演家あるあるトークになりました、ね、確かに確かに。まあでもそうそう、ニエトゥイっていうのがすごい興味深くて、うん、まあ、なかなかなんか普通にお稽古とかなんか舞台見てるだけじゃ知れないことかなと思って、ちょっと今日は調査したいなと思って、うん、いい持ち込み企画でした。いいですね、うん、気になるワードとかね、これについてトークしてほしいみたいな、そうだね、コメントとかであったら自分たちもね、それにお答えできればいいですね。そうですね、うん、しかも当たり前のように思ってることも当たり前じゃなかったりするから ね、まあぜひね、今度あの舞台とか見るときには、うん、その音楽の楽しみ方として、うん、なんかぜひそういうのにも注目して見てほしいっていうか、うん、ということで今回の企画はニーといって何でした。はい、ということでこの動画がいいなと思ったら高評価とコメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。バイバーイ。バイバーイ。